さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちらなんですが、普段検証に使っている、長尾製作所のオープンフレームになります。あ、前に組み立て配信とかやってたわね。ですです。あれからいろんな動画でこのオープンフレームを使っていたんですが、もう一台欲しいなと思っておりまして。え、なんで？いや、ほら CPU の種類が、インテルと AMD があるから検証台ももう一台欲しいな。って、は、ということで今回は、長尾製作所×シニラボ 2way ベンチテーブルをご紹介していこうと思います。は、え、ちょっと。ということで今回の動画は、まずは長尾製作所と 2way ベンチテーブルのご紹介。次に開封と中身の確認。組み立て。実際にパソコンパーツを取り付けた様子。そしてオープンフレームとの違いも見ていこうかと思います。あんた、後でちょっと話があるからね。え？もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはこの長尾製作所のご紹介です。知ってる方も多いかと思いますが、オープンフレームケースやパソコン系のガジェット置き場など、様々な商品を手掛けてるメーカーさんで、一つ一つ丁寧に作られてるメーカーさんです。で、その長尾製作所と液体窒素で有名な清水さんがコラボしたのがこちらです。このベンチ台はコラボ第2弾として EATX 向けのベンチ台となっております。360mm ラジエーターに対応や ATX 電源を2個搭載したりといった特徴があるみたいです。EATX って一番大きいやつ？ですです。今だとハイエンドモデルしか出てないサイズではありますが、台は小を兼ねるので大丈夫かと思います。それでは開封をしていきましょう。長尾製作所のオープンフレーム系の特徴はこの梱包の薄さですよね。普通のケースだとケースより大きな段ボールなどで梱包されているので、置いておくだけで場所を取るのですが、このケースはこの薄さと小ささなので、すぐに使わない場合や片付けた時に小スペースで済むのはいいですよね。では中身を見ていきましょう。中身はこんな感じです。各パーツごとに分かれていてそれを組み立てる感じですね。まずは細かい部品の入った袋を開けると、中にはシミ押しシールも付属されていました。これは何枚集めたら願いを叶えてくれるんだろう。いや、じゃないから。続いて取扱説明書です。こちらはイラスト付きなので組み立て方もかなりわかりやすくなっています。これならあんたでも簡単に組めそうね。え、どういう意味？シュララ。それでは実際に組み立てていきましょう。まず最初はマザーボードを置くベース部分に固定用のスペーサーを取り付けていきます。この土台なんですが 1.6mm 厚のスチールでできているのでかなり頑丈ですね。ちなみにこの色は塗装されているみたいです。ではスペーサーを取り付けていきます。スペーサーですが2種類のオスメス両対応の 2way 構造となっており、右側のオスの場合は、マザーボードを置くだけで簡単設置ができるみたいです。今回はオス向きで付けてみたいと思います。ネジでスペーサーを後ろから締めていきます。で、このベンチ台なんですが、スペーサーを取り付ける前はこの土台にいろんな穴が開いていて、どこにスペーサーを置いていいのかわからなくなっちゃうんですよね。そんな時はこんな風にマザーボードを置いてみるとどこに穴があるか確認できます。スペーサーの取り付け位置を間違えたらめんどくさいもんね。ですです。ということでスペーサーを取り付け終えました。取扱説明書にはマザーボードはまだ取り付けないでください。と書いてあったんですが、実際にマザーボードを乗せた感じも見てみましょう。すみません、手持ちに EATX がなかったので ATX から。こちらは一般的な大きさのマザーボードですね。そして EATX 用ではありますが、このぐらい余裕があれば色々と乗せたりするのにも便利そうですね。そしてマイクロの写真も撮り忘れてしまったので一番小さい ITX マザーになります。さすがにこのベンチ台だと ITX マザーも使えますがかなり余裕がありますね。かなりスカスカね。ですね。次は長尾製作所と言ったらこれ。取っ手になります。え、取っ手？この取っ手なんですが、オープンフレームにも付いているんですが、これがあることでそのまま持ち運びなどができるんですよね。パソコンケースって重いし、持ちにくいし、移動させにくいですが、この取っ手があることでその難点が解消されるんですよね。まあパソコンパーツを取り付けたらそれなりに重くはなりますけどね。ということでこの取っ手を裏面からネジ止めしていきます。これで取り付け完成ですね。ほらカバンみたいになりましたね。
これで学校にも行けますね。いや、教科書入らないわよ。続いて電源用ブラケットを取り付けていきます。こちらは S 字型になっており、取り付ける向きが決まっております。土台に対して下の部分が内側に入るように2箇所ネジ止めしていきます。取り付けるともうすでにベンチ台のようになります。まあほとんど完成みたいなもんなんですけどね。左側の部分が可動式となっており、電源が1つや縦置きをしたい場合は映像のように一番内側にしてください。電源を2つ搭載したい場合はこれを外側にしてください。シュララ。続いてゴム足を取り付けていきます。これは縦置きをする際の滑り止めとなります。返しがついているので押し込むと取り付けることが可能となります。ちょっと力がいるので入らない場合は先の細い爪楊枝とか細いドライバーなどで押し込むと良いかと思います。続いて電源の側面部分の固定金具を取り付けていきます。こちらはサポート用のステーがあるのでそれを挟んでネジ止めしていきます。電源を2つ取り付けるときはこの固定器具を2つ取り付けます。続いては PCI ブラケットを取り付けていきます。こちらは3スロット用と2スロット用の2種類が同梱されています。使用するグラボに応じて使い分けてもらえればと思います。今回はとりあえず3スロット用を取り付けてますが、3スロットで使用する場合はもう一つ右側にずらさないと意味がありません。ちなみに向きも上下逆になっているので、間違えないように気をつけてください。ということでこちらで完成となります。お、ベンチ台になったわね。EATX 用ということで大きさは少し大きめではありますが、かなりかっこいいですよね。裏面の電源スペースはこんな感じになります。ということで組み立てはこれで完成です。ではこれに実際にパソコンパーツを取り付けてみました。今回はせっかくなので簡易水冷も取り付けてみたんですがいかがでしょうか。マザーボードが ATX ということでベンチ台自体はかなり余裕がありますね。ラジエーターに関しては横か上、または裏につける形になるかと思います。このベンチ台であれば 360mm も余裕で付けられますね。大きいグラボだとラジエーターに干渉してしまうのでその際は少し下げるなどしないといけません。せっかくなのでオープンフレームと並べてみました。しかもインテル環境と AMD 環境で、おー、さすがにこう並ぶとどちらもかっこいいわね。で、あんた的にどっちが良かったの？今回の 2way ベンチテーブルは検証するのに平置きも縦置きもできるので、ジャンカーの皆様からしたらすごい使いやすいものかなと思います。オープンフレームの方はどちらかというと見せるケースに近いので、パソコンのメカメカしさを出すにはもってこいかなと思います。あとは電源スイッチですね。オープンフレームのスイッチに比べてベンチ台の方は簡易スイッチなんですよね。これはコスト的に仕方がないみたいですが、ということで今後はこの2種類のオープンフレームとベンチ台でいろいろと検証をしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またねー。